皆さんこんばんは、山田理香です。今日も一日お疲れ様でした。私は今三重のお仕事から帰ってきたところです。私は愛知県でタレントの活動をしておりまして、で三重県の FM 三重というラジオ局があるんですけれども、そこでリポーターのお仕事をさせていただいてます。夕方の月木という番組があるんですけれども、その月木の中の三重リポートというコーナーで火曜日担当させていただいてます。で今日その帰りで家に帰ってきてからもう飲まず食わず、何もまだ口にしていないので、とりあえずお酒を飲ませてください。今日は49っていうクリアシトラスというお酒です。これ限定って書いてあるんですよ。こちらを早速いただきます。それでは皆さんお疲れ様でした。乾杯。うん、おいしい。久しぶりになんかレモンサワーじゃないサワーを飲んだ。すっごい美味しいです。めっちゃ染みてます。今日その三重のお仕事に行ったので、三重県津市のソウルフードっていうんですか、津餃子なんですけど、見てください、めちゃくちゃ大きいんですよこれね。普通の餃子と比べるとこんなに大きさ違ってて、このねサイズを測ったらこの端から端までが15センチありました。あの15センチ物差しと一緒なんですよ。めちゃくちゃびっくり。餃子をおつまみに今日は飲んでいこうと思います。初津餃子です。いただきます。揚げてあるのでカリカリいってます。うん、うん、ちょっと味変で塩つけてみます。そう、今日その三重のリポートのお仕事でご紹介したのがボランティアって言ったらいいんですかね、まあ、子ども食堂のお話でリポートさせていただいたんですけど、なんか皆さんボランティアとかなんか奉仕活動みたいなのってされたことありますか？私は例えばスーパーのあのレジのところとかに置いてあるあの募金箱にお釣りをちょろっと入れたりとか、自分がもう着なくなったお洋服をその恵まれない子どもたちのために送ってくれる団体さんがいて、でそこに服を送ったことはあるんですけど、その他のことをまだやったことがなくて、で今回この子ども食堂をしてる方とお話をして、なんかいろいろなんだろう勉強したし、へーって
びっくりしたこともあったんですけど、なんか皆さんどういう方がそういう、なんだろう、子ども食堂だったりとかフードパントリー支援を利用されてると思いますか？私の中では、まあ、シングルの方だったりとか、まあ、コロナとかに関わらず仕事できてない方なのかなって思ってたんですけど、海外の方とか、あと学生の方が多いみたい で、海外の方に関してはやっぱりこの今回コロナでその派遣切り、やっぱり企業さんたちからすると日本人よりまず海外の方を切るっていう感じだったりとか、あと学生の方が多いっていうのも聞いて、大学に行きたくて上京してきました。でやっぱり学生の方って飲食店とか居酒屋さんでバイトしてる方が多くて、でそうなるとその今回のこのコロナ禍、飲食店がねちょっと営業できないってことでシフトに入れなくて、でお金を稼げなくて、で仕送りもしてもらってないっていう子たちがいて、でそうなるとやっぱり学生のことを海外の方がすごい利用者が多いっておっしゃってました。コロナが始まる1、2年ぐらい前よりもう倍になってるっておっしゃってたんですね。でそういう方がなんか必要としているものは何かっていうと、やっぱり食料品だとお米がねやっぱり皆さん欲しいみたいで、お米ってお子さんでもね炊くことができるじゃないですか。お米洗って炊飯器に入れてピッてボタンを押すだけでご飯が炊き上がるんですよ。お母さんがお仕事に出てて、で子供だけっていう時でもお米だったらなんとか自分たちでその作れるというかっていうので、お米と炊飯器があればできるので、もうお米はすごいありがたいんですって言ってたし、あと私たちがそんなに別に必要だと思ってないものがそういった方たちには必要だったりするっていうのもおっしゃっていて、例えばこういうもう極端な話、こういう塩とかでもそうだと思うんですよ。私たちまだ家にまだ新しいのが1個2個あって、いつなったらこれ塩なくなるかなみたいな感じでずっと置きっぱなし、しかも賞味期限塩ないじゃないですか。なのでなんかそういう本当にこれだけでも必要とする方がいらっしゃるし、まあ、食料品に限らず日用品、日用雑貨とかでもなんかね雑誌とかでもいいんですって。極端な話ですけど、何ヶ月か前に自分が買ったやつ、それを持ってこられる方だったりとかいらっしゃってて、でそういうのもありがたいってやっぱり思ってくださるそうなんですよ。でもなんか今回そのリポートを通していろいろ私が学んだことがあったんで、なんかこの動画でもぜひちょっとやっぱりリポートだけじゃ短い時間だけじゃお伝えできないことってたくさんあるんですよ。なのでちょっとこの場を借りて今日すごい熱弁してしまってます。いただきます。さあ今日はボランティアと言いますか、そういった感じのお話をさせていただきました。なんか本当にこんな私今餃子食べてお酒飲んで、なんかこんな贅沢しながらそういうお話をするのはちょっとなんか
って思うところはあるけど、まあでもみんなもね、みんなに分かっていただけたらいいなって思ってお話しさせていただきました。今日も皆さんご視聴ありがとうございます。いいねボタン、そしてコメントをお待ちしてます。また来週お会いしましょう。またね。